よっしゃ。さんあってはこの世だあの皆様、ちょいと出ました私はお見かけ通りの悪性で、温度に乗せまして一生懸命努めます。私三角が悪性ながら一生懸命努めます。朝の毛の足見て織部や平和金丸の妻と娘にございます。中田の馬場でのお働き主人や平和中山殿こそ門の誉れ、武士の鏡とひつくあなたにご就寝どうか。取り出の婿養子になってくだされ中山殿、もしもお返事ないときは来て必ず踊るでないときつく言われております。命をかけた縁談にあすべはたと困り果て、いかに返事を言い出そう
カボチャあのあたり年ちあんなげ首遊びがもしも花が好きにをもっとありまんが親子はこの場で被害するそれをスミスしながらなんで花カゴに寄られて休めが夫と衆との初対面高さはもうやこのラフメに掲げて月もろともに入り潮の炭酸苦土の杯時期も万端滞りなく色の縁に映るなら飲んだり丸にしようその夜はその場に酔いつぶれさてそれからというものが冷めりゃ飲む飲めば眠るの十五日見るに見かねて金丸が娘今日は婿殿は浮かれて娘はうつむいてただいまご祝ば召し上がり休んでおいでになりまする聞いたやへがなぜたまろうよまあんなに飲むのよ本一の婿殿よ一の婿殿よと止めた私が恥ずかしい娘必ず止めるでない嘆しにかかった希釈の手あり石突きついてさや払う休めている罪の前抜き足足忍び足障子をそっと引き開けて婿殿お覚悟を召されと金丸が力を込めて繰り出すやり哀れ休んで田楽座しとも石が際どいところで身を翻す流れる槍の五千玉巻きぐっと疲
どの働き者なら何なりと頂戴しますが、この休み槍のごちそうはお断り、ポンと槍を花につけやよろよろよろと絡まるが、その場にばったりひらついて、ああよい向こうじゃ、いいよい向こうじゃ。私の振る舞い、知らぬ娘やママの苦労、きっとはさしてやってくだされと、夫が向こうに手をついていた。頼む姿が嫌がらせやくらすれが、私をそれほどまでに思い込んでくださるか、本日限りこの休み織部の養子になりましょう。それはまことかむことのよ、夢なら冷めずにいてほしい。物がほっぺたきっちりつねて会いたい、見かけりゃもうんざら、嘘じゃない娘、ちょっと来い、ばばも来い、織部の養子が決まったと、親子ともども嬉し泣き、それが縁となりまして、弥生3月14日が天柱松の廊下にてお預け、待てよと人情だった。さっきとこの座の皆様方、中山安で向こう入りも、どうやら飲み気につきました。お聞き苦しきその中を、ようこそご清聴いただきました、ようこそお届けくださいました、講座ながらじゃありますが、つく御礼申し上げ、またのお声お願いします。ほらよいと、Stop.